方さえ動けば。くそ。固まるな。常に動いて相手との間合いを取るのだ。くそ、これでは拉致がいかん。あのデカいのさえ何とかできれば。ちぃ、しゃあねえな。この俺様がとっておきの技で華麗に倒してやっから。お前らフォローしな。何その疑いの眼。この状況で冗談言わないっての。早くロイドの火星に行きたいだろう。しょうがないね。必ず決めなよ。任せなさい。行くわよ。アグリゲット。さあ。お姫様が囚われてる部屋って感じじゃねえな。潜入ミッションは慣れてる。道案内は任せろ。任せた結果がこれ。うるさいね。たまには勘が外れる時だってあるんだよ。今回が初めてじゃないのでは。時間がないわ。二手に分かれてロイドとコレットを探しましょう。了解。シナ、ちょっと、なんであんたが決めんのよ。一緒のチームだね。そうですね。さあ、私たちも出発しましょう。俺の父さんなわけないだろ。俺は信じない。信じられない。実の息子にここまで否定される気持ちはどんなものだ。おい、何とか言えよクラタス。テセアラとシルバラント、二つの世界でわずかなマナを奪い合うシステム、もはや必要のないシステム。二
二つの世界をあるべき姿、一つに戻すタイミングはすでに訪れている。クラトス、精霊の王オリジンを解放し、世界統合を成し遂げるのだ。世界統合？二つの世界が同時に幸福であること、それはお前の息子の悲願でもあるのだぞ。冗談にしたって趣味が悪いぜ。お前が信じようが信じまいが、そんなことはどうでも。なあクラトス、嘘なんだろ。嘘じゃないんだとしたら、なんで、なんで俺たちを裏切ったんだよ。なんでこれと苦しめるようなことするんだよ。